はい。<laughs> お帰国ステーションはい、今週もやってまいりました、お帰国ステーションの時間です。はい はい、今日の放送をお届けするのは、ひよりこと、ミキサー担当のチーカーでーす。はい、よろしくお願いしまーす。す今日はね、はい、あのー、レギュラーメンバーが二人なんですが、うん、あなんか二人なんかね、かあの二人なんですけど、そうですね、ガラスの向こう側になんかあと一人見えるんですが、気のせいかな。ね <laughs> <laughs> な,なんであっちにいるんだろうね。<laughs> なんでメガネかけた男の子が。いるんですが、はい、まあまあまあいいや。まあ,ま,あまあいいや。二 <laughs> 人でやっていきますので、はい、よろしくお願いします。はい、また今日はですね、あの、この後ゲストの方が来てくれますので、はい、そちらも皆さんお楽しみに聞いて、最後までお願いします。いますはい。では早速、メールアドレスから紹介したいと思います。はい。はい。お帰国ステーションではメールを募集しています。 メールアドレスが761アットマーク f m k o z a j p 7 6 1アットマーク fmkoza.jp まで皆さんメールなどどしどしお待ちしてますのでよろしくお願いしまーす。お願いします。はい。はい、そして、そして、お帰国ステーションはツイッターもやっております。うん、ツイッターのアカウント ユーザー名が、はい、<laughs> アットマーク、オキステに、アットマーク、OKI、SUTE、数字の2で検索していただければ、アカウント出ますので、皆さん、どしどし、フォローなどお願いします。はい、お願いします。はい、あのね、外からね、うん、めっちゃすごい顔で見られてるんだよね。<laughs> なんかすごいね。<laughs> ちょっと、はい、ま、あそこはまあ、あヘビーリスナースそう、<laughs> ヘビーリスナーかなちょっと、多分。<laughs> リスナーさんがね、見てくれてますけど、はい。最近、一か、どうでしたか最近どうでしたか最近どうでしたかなんか、いきないたあれっきな感あった最近って言ったらあれだね。FM 講座の忘年会に参加してきましたよ。おどうだった参加してね、えっと、多分人、まあ、いろんなリスナーの方だったり、またパーソナリティの方、FM 講座のね、パーソナリティの方と、いろいろ交流も結構できて、で、自分スタッフで、 なんかうろちょろ回ってたんですけどいろんな方から声かけしてもらったり「お帰国ステーションですよね」とか「ちいかーさんですよね」とか自分ボランティアスタッフでミキサー金曜日の夜担当してたりするのでそれで「ちいかーさん」って言われたりとか「おー」みたいな「ありがとうございます」みたいななんかちょっとさ有名人になった気分なそうなんか嬉しいよねえちいかーさんじゃないですかみたいな。 あ、そうですよ、みたいな。あ、何サイン <laughs> <laughs> 握手みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> 自分から言うっていうだからですね一応いろいろ交流もあったんですけどまたね日和子当たったよ私抽選会ですごいえ去年も当たってたよね去年はビール当たったんでビール一ケース当たり今年はこの会場となりました忘年会の会場となりました海賊工房さんのペアチケットをもらいましたよゲットしましたよ やばいね。やったーもう最高じゃんいや,いや最高なんだけどさ、うん、よく考えてチーカ。え、なんで何え、何チケットだっけペアチケットだね。うん。うん、ペア、ペアチケットね。あうん、ペアだよ。誰,<あ>誰と行くの<あ>チーカ。 ペア誰とだだ、ろううそね、じゃあ私に譲っっててもらいいいですかえ、ひより誰と行くのや、私はもうたくさんいますよ。本当にもうね、竹内涼真から始まり、山崎賢人さんから。ベルがね。ベルは残念ながらここにありますので。妄想ね。 だからね、あの、チーカーと一緒に行ってくれる人をね、募集してるということなので、ぜひ皆さん、あの、お願いします。ぜひ応募してください。応募してください。FM 講座でやってますので、応募。誰も来なかったら、私が一緒に行ってあげますので。ああ、お、オッケー。何その反応めっちゃ嬉しい。嬉しそうです。本当に。ありがとうございます。募集待ってます。はい。はい。よろしくお願いします。こんなします。うん。なるほど。はい。PO ある 私はね、そうだな、いや、自分で言うのもちょっとあれだからな。あ、じゃあいいよ。待って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 。ほらほら、あるじゃん。あっあれあれれれれああ今日、今日12月10日だよね。あ、12月10日。うんうんうん。それでそれで明日あ今日サザエさんだ。違うサザエさんって近くはないけど、サザエさんだけど。サザエさんだけど、いやいやいやありましたもしかしてあれだいや、ななにになに ひよりこさんの。うん。ハッピーバースデー。のェ野こうやさいじゃない。こうやさいじゃない。こう終わった。あ、こ野やさい。そう、今日じゃ。あ、じゃ、こうやさい。あの、昼だけどね。昼だ。いや、そうなんですよ。ありがとうございます。そう。ありがとうございます。12月9日、昨日ですね。昨日で21歳になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、いろんな人におめでとうって言ってもらえて、私は本当に幸せです。 幸せもの、ありが抱負したいな。あ、抱負？そうだよね。じゃあ去年二十歳の時に決めた抱負が三つあったんですよ。はいはい。えっと一つが周りの人を大切にする。う二つ目が夢に向かって行動する。は三つ目が目を大きくする。目を大きく。はい。っていうのがあったんですけど、まあすべて達成できたということで。 はいはいはい。達成率100%。100%? うん。なので、ま新しい目標ですよね。うん。新しい目標。そうだなぁ。いろいろ考えたんだけど、はいそうだね。ま目は大きくなったからもういいじゃん。うん。もう達成できたので、うん、はい。でもなんかね、目は開いてるはずなんだけど、なんかね、なんか眠そうとかって言われるので、はいちょっと活気活気うん、顔に活気をつける。あー。表情に活気をつける。なんか日よりこう、 チカと仲間だ仲間かなって思ってたんだチカと仲間っていうの自分も目を開けてってそうなのええっ仲間じゃないよ活気お互いあると思うよほんとにじゃあ一回大丈夫かな目広げてるよってあじゃあやめます活気はあるのでそうね真剣に言うとそうあの就活4年生になって就活の時期なのでそうですね夢をうん 叶えます。お、今年今年じゃない。二十一歳中に叶えます。応援します。私たちは。ありがとう。その夢を。はい。それをね、私の二十一歳の目標にしたいなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いしますね。引き続きね。はい。皆さんたくさんいると思うよ。ひよりこの応援団。本当に嬉しい。みきおさんだって。ああ、みきおさんからおめでとうって。ありがとうございます。みきおさんさ。 1日前だったかな、2日前だったかなぐらいに、なんかおめでとうみたいなの来てて、まだですよ、みきおさんってって、早いんですよいや、でもありがとうございます。あと、あたかしーさんが、こんにちはということで、ありましたね、忘年会では。あ、そうなんだ。たかしーさんとおしゃべりしました。いいね、そういうなんか、リスナーさんと会える機会がねあるのはいいよね。うん私も行きたたかっな あと、福寿さんから、ペアってもちろん私しかいねえだろ、ちかさんよ。いねえだろってなんだよ。友達考えとくよ、福樹。友達友達うん、友達。友達ハテナハテナハテナだそうですよ、福樹さん。いや、ね本当にちかのペアもね続々募集してますので、皆さん、ぜひ送ってきてください。よろしくお願いします。 いやー最近、他かに何かあったかな,なんかさ、そうだ最近、あの日常生活で、うん、ほっこりすることがあって<う>これねみんなも共感してくれるかなって思うのでちょっと言うんですけど、うんはい、なんかさドアをさ開けるときにさ、うん、開けて自分が入った後に後ろから他の人が来たときってさどうするあ後ろから来たときに手かけて。 あれするかなそのまま開けてあげるだよねそれめっちゃほっこりしないよくよく考えたらさややられた場合うんうんそれするかなんかあんまり意味ない時あるじゃんあの開けててもいやそんな開ける必要ないよぐらいの時もあるけど開けてくれるこの行為がなんか人間って素晴らしいなすごいな奥深いなって思って最近こういうの多いわけ本当になんか病んでんの 何かささいなこういうね何 <laughs> だろう普段みんなが当たり前だと思ってることにちょっと気づきたいなと思って、うん、21歳にもなるので、はい、そうですよあの当たり前だと思ってることが実は当たり前じゃなかったりしますので、うん、皆さんその心を大切にしていきましょう、うんはい、ほっこりだねほっこりいないけど今日担当ほっこり担当いないですがはいいます ありましたねそういうものもいやもう年末にね差し掛かってきたのでいや年末ねチカんか予定ある年末まあ飲み会ですかね飲み会あるんだあとはクリスマスイブクリスマスイブ予定あるのチカ一応聞いとこうかペアいないのにペアいない時点で絶対ないよね聞くべきじゃなかったで一応24日ですねあれなんですよなんで何 あの二十四日自分の恩師がですねあの二十四日に舞台がありましてちょっとすいませんちょっと待ってくださいねさいごめんなさいいいよ違うそれどれどれあのごめんつなげ <laughs> てもらっいい聞いてる人が何を何をみたいな思ってるんですけどうん、うん、日和子のところにですねあの線があるんですよちゃんとこの 音楽今からかけたいと思うんですけどね。あ、あったあった。ごめんなさいありました。今それで手こずってすみませんごめんなさいはラジオを聞いてる人申し訳ございません。今日ね音楽を聞かせたいと思ってリスナーさんにね。はい。私選んでなかった。今選んでいい？はい選んでください。じゃあ私喋ってきますね。喋って。もう一回言います。二十四日にですね私の陸上を中学校から教えてくれた音信の先生が劉部を。 されててたたららしくかかなっんですよその公演が24日にありましてそちらの方をちょっと応援として見に行くことになっててそうなんだでペアはペアっていうの付き添いの方を一応探してもなと思ってママにお母様に行ったらお母さんが考えとくってお母さんにも見捨てられた。 お母さんだけが味方なのにね。わかよそうなんだ。考えとくって言われたんで、ちょっと考えさせてますよ、お母さん。ぜひね、お母さんと行けたらいいね。行けたらいいな。行けなかったらもう、残念だけど、一人で行ってきます。あ、オッケー。任しとけ。ペア券だけど、全然一人でもいいと思うので。はい。はい。ということで、これぐらいにね、トークはして、この後、曲を流して、CM 入って、いよいよ今日のゲストさんが登場しますので、皆さん、 チャンネルはそのままでお願いします。ますでは、私が今選んだ曲を流したいと思います。はい、ます JY で女子もどき。

お帰国ステーションはい今週もやってまいりました、お帰国ステーションの時間でーす。はい はい、今日の放送をお届けするのは、ひよりこと、ミキサー担当のチーカーでーす。はい、よろしくお願いしまーす。す今日はね、はい、あのー、レギュラーメンバーが二人なんですが、うん、すあなんか二人なんかね、かあの二人なんですけど、そうですね、ガラスの向こう側になんかあと一人見えるんですが、気のせいかな。ね <laughs> <laughs> な,なんであっちにいるんだろうね。<laughs> なんでメガネかけた男の子が。いるんですが、はい、まあまあまあいいや。まあ,ま,あまあいいや。二人でやっていきますので、よろしくお願いします。はい、また今日はですね、あの、この後ゲストの方が来てくれますので、はい、そちらも皆さんお楽しみに聞いて、最後までお願いします。はい、いますはい。では早速、メールアドレスから紹介したいと思います。はい、はい。お帰国ステーションではメールを募集しています。 メールアドレスが761アットマーク f m k o z a j p 7 6 1アットマーク fmkoza.jp まで皆さんメールなどどしどしお待ちしてますのでよろしくお願いしまーす。お願いします。はい。はい、そして、そして、お帰国ステーションはツイッターもやっております。うん、ツイッターのアカウント ユーザー名が、はいね、アットマーク、<laughs> オキステに、アットマーク、OKI、SUTE、数字の2で検索していただければ、アカウント出ますので、皆さん、どしどし、フォローなどお願いします。はい、お願いします。はい、あのね、外からね、うん、めっちゃすごい顔で見られてるんだよね。なんかすごいね。ちょっと、はい、まあ、そこはまあ、あヘビーリスナー,スーそう、ヘビーリスナーかなちょっと、多分。<laughs> リスナーさんがね、見てくれてますけど、うん、は,い、はい。最近一か、どうでしたか最近どうでしたか、うん、最近どうでしたか <laughs> なんかいきないたあれだ <laughs> あいきなり感あった最近,<当>最近って言ったらあれだね。うん、FM 講座の忘年会に参加してきましたよ。うん、おうどうだった参加してね、うん、えっと、多分人、まあ、いろんなリス、うん、 はい、ということで、早速ゲストの方に来ていただきましたので、紹介を、自己紹介をしてもらいたいと思います。では、お願いします。こんにちは、はじめまして。はい、はじめまして。えっと、私は、旅っぽ沖縄という団体の活動をさせていただいています。名誉大学2年次の首藤綾乃です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。綾乃さんですね。はい、はい。そして続いて。 はじめまして。はい、はじめまして。同じく旅っぽで活動させていただいています。休養高校3年の大谷梨香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま,すしいしますはす、い。今日はね、このお二人に来ていただいたんですが、大学2年生と高校3年生ですね。はいはい さっきね、いろいろお話ししたんですが、はい、めちゃくちゃしっかりしてるね。だからよ、負けためちゃくちゃしっかりしてて、<laughs> はい、私、大丈夫これ。大丈夫待って、進行できるのかなかだから進行、お願いね。<笑><笑> 後半多分、進行されてる方になってると思うので。<laughs> はい。ということで、あのーそう、旅っぽ沖縄っていう会社なんですよね。はい、そうなんです、はいで。このね、会社の説明なども含めて、ちょっとお願いしたいと思いますので、じゃ説明をよろしくお願いします。はい、お願いします。まず旅っぽの説明をさせていただきます。はい。まず旅っぽという団体が現在あるんですけど、うんうん、この団体は世界一周をされた学生の方々が、このもっと若い、 若い人たちに旅を広めたいという思いで立ち上げた株式会社なんですよ。うんうん、で全国の若い方々に旅の良さを広めたいということでその東京にある株式会社の学生支部が、はい、9都市あってその沖縄支部に所属しているという形ですおなるほど、はい、キャッチフレーズがあるんですけど「はい、旅で世界をもっと素敵に」というキャッチフレーズで素晴らしい活動させていただいてます素敵きなフレーズですねはいはいはい。<laughs> えー、あじゃあ 沖縄だけではなくて、東京とかにもあるってことですよね。なるほど。じゃあ、沖縄の代表というより、スタッフなんですかね、は。沖縄の、沖縄支部のああ、なるほど。ええどういった、なんか具体的にどういった活動とかしてるんですか具体的には、年間を通して、旅祭りっていう祭りとか、あと、旅大学っていうコンテンツがあるんですけど、その中でも。 ね。<っ>今回、バックパックフェスタの紹介をさせていただきたくて。はい、いバックパックフェスタ。全然もう、どうぞ使ってください。はい、リリカさん、お願いします。はい。はい、えっとですね、沖縄で12月28日に、ケ高コホールでバックパックフェスタ開催します。内容がですね、うん、えっと、旅をテーマにしたコンテスト、ドリームというのがありまして、はい。えっと、 世界一周を夢見る学生が自分のこの世界に一周したいっていう強い思いをプレゼントしていただくんですけどバックパックフェスタに来場してくれた会場の皆さんにこのどの方が一番良かったかっていうのを投票してもらって、はい、この優勝,者優勝者を決めるっていうコンテストがあります。またこの 旅くじっていうくじがあるんですけど、この旅に出たくなるような豪華景品が当たる香港の往復旅行などが当たります。すごい旅くじ旅くじです。旅くじはい。旅くじです。旅、ちっちゃいやつはこの旅くじっていうのは、このイベントに参加した方々、全員がしょ GoPro っていうカメラとか香港往復旅行とかフィリピンの留学とかも当たるんですよねすごいねティッシュとかないんだポケットティッシュとかあるあないほんと全部豪華じゃんポケットティッシュとかつけなくて大丈夫ですかちょっと会社と相談してみますつけてもいいかもしれないもしかしたら白い玉が出てきたらポケットティッシュおしいガラポンみたいなくじなんですけどね ははい、はいでまたですね、うん、えっと世界中を旅したこのゲスト3人お呼びするんですけど一、うんはい、人目がもっと看護師の方で世界2周半を過ごしている方やえっと絵本で世界を旅している方をゲストにお呼びしたりなんと「 この元ファンキーモンキーベイビーズのモンキチさんもお呼びしてトークライブを行ってもらうことになっています <laughs> すごい歌も歌われるので,、はい、でライブプラストークイベントという形で絶対ね盛り上がるねねこれはモンキチさんがファンキーモンキーベイビーズ解散後に<ん>あの自分の視野を広げるためにもともと好きだった旅をされてたらしくて<ん>それで今回お呼びさせていただくことになりましたはい、はい すごいですね、えモンチさんも来て、そうなんですよまた絵本で旅をされている方、世界2週半でしたっけ、はい看護師の。2週半ってすごくないですかすごいですよね、すごい本当に、そんな方に触れ合える機会ってなかなかないじゃないですか、なのでぜひぜひ皆さんに来ていただきたいなと思っています。 日にちと場所をお願いします。はい、えっと12月28日にテダコホールでバックパックフェスタ開催されます。はい。お時間はえっと開演会場が1時でえっとなんていうんだろ終演終演がえっと19時半となってます。はい。あと交流会もありますのでぜひぜひぜひお越しください。はい。交流会っていうのは。はい。 お客さん同士ででで交流ってことですかそうです。かそう1000人入る予定なんですけどお客さんがお客さん同士でもっと旅仲間を作りたいだったりとか、うんはい、そういったことができるように交流の場を懇親会として設けていますので、うんはい。えーえー、すごいねじゃあもう旅についても知,れ知られるし、はい、しかも仲間も増えるっていうことで。 ぜひ、あの、興味がある方は、バックパックフェスタですね。はい、12月28日にありますので、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ぜひお待ちしてます。してます。はい、ありがとうございます。では、早速なんですが、はい。この旅にまつわる、今日はね、旅にまつわるコーナーをしたいと思います。はい。はい、題して、旅についてプレゼンしよう イエー,イイエーイあのね、大 <laughs> してって言った後に大、はい、を考えた。さすがだね。全然考えてなかったね, <laughs> かね。考えてなかったんですが、これはね、あの、今日、旅っぽのお二人に来てもらったということで、はい、あの、メンバー、私たちメンバーと、また旅っぽのスタッフのお二人が、行きたいところ、もしくは、行ったところで皆さんにおすすめしたいところ、 について、3分間プレゼンしてもらいたいと思います、はい。あの、特に勝敗とかは決めません、今回は。<laughs> で、あの、皆さん、リスナーさんにもね、あの、いろんな情報を提供して、それを、今後の旅に、旅などね、そういう計画立てるときに参考にしていただけたらなと思います。はい、では、早速、まず誰からやりますか はい。はい。積極的。積極的。ありがとうございます。今手を挙げてましたね。手を挙げてました。そうです。ラジオではね、わかんないと思いますが。めちゃくちゃ、まっすぐ手を挙げたんですが。じゃあ私が紹介したいところは、台湾です。台湾行ったことありますかありません。ありません。あ、ないですかよかった。ない人がいてよかった。ちょうど興味があります。ほんとにあ、嬉しい。え、ちいかはあ、ほんとによっしゃ。 えっとですね、はい、台湾といったらなんか沖縄からすごい近くて、ね、あの東京とかそういう日,本に日本に行く日本っていうか国内に行くよりも台湾が近いので、うん、あの初海外旅行にはすごいおすすめかなと思って今回は紹介したいいと思いますで私が台,台湾に行ったのが去年,あ今,年か今年の2月のに行ったんですけど、はい、初海外で行きました。 あ台湾といえば、9分って知ってますかそう、千と千尋のモデルになった場所なんですけど、あの、そこも行ったんですけど、そこが結構有名ではあるんですが、私がおすすめしたいのはそこではなくて、10分です。お今日ではなく10。初めて聞いたはい。本当にあ、嬉しい。どうしよう。終わっていい終わっていいプレゼン。当ててください。はい。じゃあ、あの、紹介したいと思います。はい。 ね、十分っていう街があるんですが、そこがね、あの、すごい街といっても小さな範囲にあって、街、うん、の真ん中に電車が通ってます。でその横に、あの、お土産屋さんとか食べ物屋さんが並んでいて、うんはい、すごいなんかノスタルジックな雰囲気というか、すごい台湾らしい雰囲気があるんですが、ここでランタンをあげることができるんですよ。<あ>知ってるあ、はい。なんか、ンンなんか聞いたことあるような。はい あの台湾でなんかランタン祭りっていうのがお正月、うんま、毎年旧正月に行われるらしいんですが、えー、このランタン、まあ、正月に行われるものもあるんですが、その他にも、お正月以外にもランタンを飛ばせる場所っていうのがこの10分なんですね。うん、で、このランタンの特徴が、あの4面あるんですよ、ランタンって。わかりますかランタンの形わかるみんな。ランタン。ランタンの形わかる。 なんか、なんだろう、<laughs> 四角の風船みたいな感じで、四面あるんですよ。その四面それぞれに、お願い事を書くんですね。<ー>筆で書くんですけど、<ー>この四面、あの色がそれぞれあって、えっ<ー>とですね、赤色、黄色、藍色、紫色、桃色、五色あるね。えぇ<ー>、五色あるんですけど、組み合わせがあって、まあ、どれを選ぶかは、 ま、その人たち次第なんですけど、うんはい、でその赤、その色によってもそれぞれ意味が違っていて、<laughs> 赤色は健康運とか、あと総合的な意味が込められていて、黄色は金運。で、藍色は仕事運。そして紫は勉強、勉学ですね。で、桃色は恋愛運。 とということでそういうふうに色によって意味が分けられているので、はい、その色のところに自分の願い事を筆で書くんですね。であの結構大きいランタンなのであのグループで団体で行った時とかに一、はい、つを一緒にみんなで書くっていうのがすごい楽しいんですよ。楽しそう楽しくてでまあ私も実際に書いて飛ばしたんですけど、はい、この飛ばす前に台湾のこの こ、そっちにあ、そっちにいるスタッフの方が、写真を撮ってくれるんですね。はい、で、普通だったらさ、まあ、1枚2枚ぐらい、まあ、撮ってくれたら、まあラ、ラなんかいい方じゃないですか。はい、めちゃくちゃ撮ってくれる。えー、本当に、1面に対して、はい、うんとね、7枚ぐらい撮ってくれる。だから、写真 28?28 枚ぐらい撮ってくれて、しかもポーズとかもあっちがして、なんか指示してくれるの。<laughs> えー、だから、恋愛運の時とかは、 かわいいポーズみたいな感じで可愛かわいい、かわいいとか言われて、私も、あ、かわいいかな、か,いいかなちょっとなんか、あの、何ほっぺにね、に手,を手を当てるポーズとか、まあ、金運の時とかは、金運どんなポーズしたかなあの、これではないですよ。お金のポーズではないんですけど、まあ、一応、あの、それぞれね、いろいろ台湾ならではのポーズとかも、うん、あの、指示してくれるので、ポーズを撮る時も困らないし、写真撮ってる間もすごい楽しいですし、うん また、それに火をつけて、最終的に空に飛ばすんですよ。はい、火をつけて空に飛ばす時も、あの動画も。あっちが率先して撮ってくれるので、うんはい、あの、それの、その思い出も残すことができるので、うん、日本に帰ってきた時も。何回もね、振り返って、その旅を思い出せるということで。すごいね。あのー、いいよ。いいです、ね。<も>はい。本当に、あのー、行きたくなる。行き 行ったらすごい楽しいので、うん、ぜひ皆さん行ってほしいなと思います。はい、で最後に台湾の旅行の一番のメリットは、はい、すっごい安くで行ける<ー>っていうことなんですけど、私の場合三泊四日行って、はい、お土産代込みで五万円かからなかった。え安いそれはやばい安いですね。そう飛行機代、ホテル代、あとその時の交通費。はい、普通にタクシーとか あの、乗り、もう本当にたくさんタクシーも使ったし、はい、レンタルとかも、車レンタルとかもしたりとかしたんだけど、はい、5万円いかないし、なんならお土産もうちょい制限すれば4万では収まる。<ー>はい。いいね。そう、だから大学生とかね、高校生とかでも、はい、あの、行きやすい場所なのかなって思います。<ー>はい。ぜひ皆さん初海外に台湾いかがでしょうかはい。以上です。以上です。ありがとうございます。 はかるの忘れたんなけど、絶対三分以上喋ってた。ごめんね。今から測る。はい。ということで、では続いて、どなたがやりますか?。はい。はい。では、リリカさん。はい。お願いします。はい、えっと、私が。今行きたい国が。ボリビア。ボリビア。はい。もうボリビアって聞いたら。ウユニ塩湖だと思うんですけど。ウユニ塩湖。はい。はい。はい。なんかもう、ウユニ塩湖って。 雨が降ったとき、この地面に空とかが反射して、この、なんだろ、あたり一面も、うわって。うわって。って感じでね。って。はい、もう、もう、なんとも言えない。なんか、幻想的なっていうかね。幻想的な、はい。はい、はい、で、特にこの地面が真っ白で、空に、この雲が少しあるのと、青空が広がってるウユニエンコがすごく見たくて。はい、はい、はい。はい。 もうそれではい、す,ね、すごくボリビアに行きたいんですけど。はいはいはい。ボリビアって聞いたら、ウユニエンコだと思うんですけど、はい、うん。なんかそれ以外にも、ちょっと死の道って言われている。うん、はいはい。死と道はい。ユンガスの道っていうのがあるんですよ。はいはいでなんかこれが、もう断崖に、うん。道が作られてるんですけど、うんうん、はい結構長い道なんですよ。はいはいはい。なんですけど、このガードレールとかついてないところも多くて、うんうん、はい。 もう車2台通るのがすれすれなんですけど、うん、ガードレールついてないから、うん、結構本当スリル満点で。怖<い> 死の道はい。名前からしても怖かったけど、本当に怖いね。ええ、スリル満点で結構転落事故とか起こって危ないとかってはあるんですけど、そう、実際にね起きちゃってるのね。んですけど、そのスリル、ちょっと結構日本じゃ体験できないじゃないですか。確かに。確かに。だからそのスリルを味わいたいなって思って。チャレンジャーだね。そうだね。チャレンジャーですね。ええいいですね。スリルを味わいに、ボリビアにか。 新しいね、それは。へえじゃあ、リリ、リリカさんが行きたいところは、ボリビア。ボリビアです。ということで、まだ行ったことはないんです行ったことないんですよ。じゃぜひ行ってみてください。あ、もう終わってるまだ終わったあと1分あるよ。あと1分あるぞなんか、いいよ。じゃあ、ボリビアって200円で、なんか定食が食べれるんですそうなの安いね。 かすくてなん水もペットボトルじゃなくて袋に入ってるやつだったら10円とかで買えるみたいでそうなんだなので食べ物にも困らない困らないそうだねえいいですねそれは食べ物以外にも安いのかな全体的に安いと思います日本に比いいね安くでいけるっていうのがいいよね海外ににとってはありがたい本当にありがたい ええいいね行きたくなった行きたくなりました。そう上にエンコは自分も検索してて、前にねなんか授業で紹介があったのよ。あそうなの。でやりたいと思って調べて、めっちゃ行きたい欲が溜まってたわけ。でさらに仲間が見つかった。一緒に行きましょう。一緒に行こう。やえ。きあの私も行きたい。あじゃあオッケー。うん。考えてくはい考えてください。はい。以上でスタッフなりましたね。はい。 では続いてチーカーお願いしますありますよ皆さんね多分海外を旅したいからあの旅を多分紹介するかなと思いははいい私が選んだのが兵庫県日本をちょっと紹介しようかなと思ってもう本当に行きたいところだからねうん。 兵庫県にある姫路市、はい、兵庫県姫路市にある姫路城に来たいよ<ー>、ね。姫路城わかります？聞いたことあります。あ,あ,あの、はい、真っ白で綺麗な姫路城、白鷺城な、うんだろうこの 白壁がもう美しくて、華やかな構成美が羽を広げて舞う、白鷺のように見えるということから、白鷺城とも呼ばれてるのね。そのね、姫路城、ちょっと軽くね、うん、簡単にね、ちょっと説明しちゃうね。はい、お願、はいします。めっちゃ、うん、ちょっと歴史の授業になるんだけど、<laughs> 南北朝時代、もう西暦の1346年に、赤松忠則が築いた砦であるって言われてるんですね。うんでこの 国宝姫路城は平成5年にの12月に奈良の法隆寺わかる奈良の法隆,寺法隆寺分かります法隆,、ね、法隆寺とともに日本で初の世界文化遺産となったところなんですね。はい、世界遺産なんだでこの姫路城ね、うん、なんで世界遺産に登録されたのってなったんだけどその美的完成度が、うん。 我が国の木造建設の最高の位置にあって、で、世界的にも他に類のない優れたものであるということが一点。うん、で、もう一つが、17世紀初頭の上郭建築の最盛期、上、うん、郭このお城のね、建築で、天守軍を中心に櫓、門、この兵など、建造物など、石垣、あるさね、ね、うんうん、土木建設物が、もう良いと、 なんかよく今もこの保存されてるっていうことで防御に工夫した日本独自の城郭の構造も最もよく示した城であるということこの2点が選ばれた理由ってなってるわけさ。で自分ごめんね世界遺産が好きで、うんうん、その中でも日本のお城が大好きだわけ<ー>だから首里城とかも好きでやってたんだけど。で この私自身が行きたいと思った理由が世界遺産登録の理由にも入っているんだけど、うん、この姫路城はもうこの白壁が美しく華やかな構成日って言ったさね、うん、さっき、白鷺のように言って、うん、もう美しいって言われているその一方で、極めて実用的で、堅牢、この硬いなんだろう、もう、強い城 螺旋状に構築された複雑で巧妙な設計だわけよ、このお城の中が。なんだろう、姫山っていう場所、なんだろうな、自然な丘があって、その丘に建てられた城なんだけど、この自然な丘を生かして、高い防御能力を兼ね揃えてるわけ。例えばお城って上 一番上に偉い豊臣秀吉とかがいるとするじゃんそしたらみんな上に上がっていくさねどんどんでもこの姫路城は最初門から入ったら最初は坂を上がるんだけど後々下り坂になるわけよそしたらあれ俺たちどこ行ってるんだみたいな迷路状態になってこの敵の人は迷子っていうかあれ俺たち間違ったんじゃねえかうそ終わったなるんじゃないかってなるんですか で、そういう防御率も高いお城で、うん、しかもこのなんだろう城好き、うん、だから行きたいんだろうって思うんだけど、うん、城別に好きじゃない人でも楽しめるような CG とか AR を活用した新たな展示解説を姫路城で行っててはい、はい、姫路城大発見アプリってあるわけさ姫路城大発見アプリそのアプリをダウンロードして城内この城の中を歩いてたらその ある部分なんだろうお城の,その王様がそっただろうなっていうところをかざすと、うん、説明と CG でなんだろう映像が出てくるわけ、えー、実際のなだったんだよって昔の流れを言うのもあったりするからうん、うん、多分お城わからない人でも、うん、あ楽しいみたいなのが楽しめるんじゃないかなと思って、えー、ちょっと姫路城を紹介しましたはい、はい、ありがとうございます。 すごいチーカが城を好きだったなんて初めて知ったよお城大好きなのそうなんだねお大好きでいやでもいいね城巡りっていうのもね城巡りもいいと世界文化遺産も結構いろいろあるからさううんんみ日本も楽しめると思うああいいですねでは姫路城紹介してもらいましたありがとうございますありがとうございますはいでは最後に彩乃さんお願いしますはいお願いしますはいはい皆さん 微笑みの国といえばどこでしょう。微笑みの国。微笑みの国。私の行きたい国は微笑みの国です。待って。ブータン。あ、おしい。タイですね。あ、タイか。私はタイに行きたいです。はい。タイに行きたいに行きたい。ちょっとダジャレダジャレみたいななっちゃってない。はい。三点ちょっとおすすめのポイントがあって、はいまず微笑みの国って言われ方をしてるんですけど。 なんかもう基本的に笑顔でいることがこのタイの人の習慣らしくてもしこのなんだろう喧嘩するみたいになった時にこれ以上悪いことは起こらないだろうっていう捉え方でニヤニヤしながら怒るしニヤニヤヤ効果が上がってたらハッピーな気持ちになっちゃうじゃないですかそういう国民性っていうところがすごいなんか笑顔って素敵だなと思っていい、ね、一つ目はそこですね。で二つ目に ワットポーっていう遺産があるんですけど、うん、先ほどちいかさんが言ってたあのお城の話なんですけど、うん、あの日本って仏教じゃないですか、うん、タイも仏教なんですよ。うん、それでその仏教歴最古のあのお城っってていううがワットポーっていうんですよね日本でもある108の煩悩とかの関連した何だろうなスペースがワット・ポーにもあってその馴染みがあるから興味があるなっていうのも一つなんですけど。うん バットーの中の一番の私の一押しポイントは太鼓式マッサージができるっていうとこなんですよ太鼓式マッサージってご存知ですかええー冷えたことある説明させてくださいはい実は対個式マッサージっていうのはマッサージをする過程でマッサージする側もストレッチができるっていうかされてる側ってとっても気持ちいいじゃないですかしてる側もその何だろう気持ちいいっていうのを友達 対抗式マッサージをしてる友達に聞いたことがあって。そんなウィンウィンなマッサージって。そんなのあないのはい。そうなんですよ。で、日本でも知れ渡ってるんですけど、やっぱり、その、それを経験したいってなった時に、世界最古の寺院がある、歴史のある、なんだろうな、マッサージを受けたいなっていう、アットポーの魅力が二つ目です。はい。はい。うんうん。はい。三つ、三つあるんですけど、三つ目に、なんで今この、いろんな国がある中で、 タイに行きたいいかというとうんうん、先ほどもお話しさせていただいたんですけど、うんと、旅っぽっていう団体の12月28日にあるバックパックフェスタのイベントが沖縄であるじゃないですか。それが全国9都市であるんですけど、うん、そこでなんか旅に行きたくて、うん、ワクワクし,たしてくれた若者が実際に旅に出れるチャンスみたいな感じでバックパックフェスタの10個目がタイにあるんですよ。 あ、そうなんだそうなんですよそれで、その、タイの魅力はもちろん、バックパックフェスタで行きたいってなった人と一緒に、タイに行きたい。いいね最後に。バジをね、連発するっていう。女の子しかいない親父ギャグ。はい、その3つが私のおすすめするタイの魅力のポイントですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。 すごい三つもね魅力があるという最高は太式いいな太鼓式も好き行きましょうじゃあさやる方やってみたいよねそうですよね何が気持ちいいのやる方はストレッチができるらしいんですあのふーっていうふーって深い 同化して、されてる方としてる方と一緒にふーって伸びれる。え前に。前にね。はい。体とか柔らかくなるっていうのも聞いたことあります。えはい。そうなんですよ。してあげるじゃなくて、もう施術するのが楽しいっていう友達は言っていました。ね。それね。はい。なんか仕事だけど、自分のためにもなってるっていうのがいいね。はい。 ええ。ぜひ、おすすめです。はい。行きたくなった。よかった。嬉しい。タイに行きたい。タイに行きたいよ。今日はタイにちょっとプレゼントがあるかも。プレない本当にいいよ。どうしよう。何が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 タイに行くプレゼント。タイに行くプレゼント。チケットを送ったくらい。 いやいや、あの、ペアチケットあげるよね、あ。の、プレゼントといえば、あの、昨日、日和子さんの誕生日だったそうなので、ぜひぜひ、あの、タイの、あの、チケットを日和子さんに募集しています。本当こっち側が、もらう方か。もらう方。じあ、もらう方ね。じゃあ、の、皆さんぜひ、あの、タイのチケットを私に、プレゼントしてください。お願いします。めっちゃあれだね。 募集かけてめっちゃ募集かけてる、忘れてるんじゃない、みんな。チーか何募集かけたっけ彼氏はいはちょっと、あのちょっとね、やっぱ難易度高いから、あのタイぐらいだったらどうにか。あ、本当いやー、皆さん、そうですね、タイに行きたくなったということで、きっと皆さん、はいでは、4人終わりましたね。 どうでしたか皆さんみんな聞いてどうだったいろんな人の話を聞いてどうだったどうでしたかどうでしたえもう本当に全部行きたくなりましたわかるめっちゃわかる確かに自分が知らないところをね知ることできたらなんかなんかなんだろうこここんなに素敵なところがあったのに行ったことないかった自分ってなんか損してるなってめっちゃそうなんですよ。 それに旅っぽだね。そうなんですよ。バックハーフフェスタの魅力が、旅が、旅に興味がある人たちが、その、交流できるっていう、旅仲間ができるっていうのも、もちろんもちろんおすすめポイントなんですけど、興味がないような人も、ああ、こんな世界があったんだっていう、魅力を感じていただけたら、いいなと思ってね、活動させていただいてます。いやーもう魅力をね、たくさん感じました。はい。よかった。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これで、 なんていうライだったか忘れたけど、はい、旅についてプレゼンするコーナー終わりまーす、はい、ありがとうございます。じゃあ、あ音楽一旦かけて CM <楽>、はい行っちゃいます。では音楽、嵐の旅は続くようです。どうぞ。<laughs> はい。ということで、もうエンディングに入りました。めちゃくちゃ早かったですね。ではね、あの、ちょっと FM 小座から年末年始お休みのお知らせをしたいと思います。FM 小座では2017年12月28日から2018年1月3日までの期間、ラジオ局をお休みさせていただきます。なお、放送に関しましては CM 収録番組は通常通り、 また、生放送に関しては、収録での放送を除き、すべてお休みとなりますので、ご了承ください。で、今年最後の放送が、12月27日水曜日の午後11時、トゥナイト5。そして、新年最初の放送が、1月4日木曜日午前8時のマイオアシスとなります。日頃より、ラジオを聞いてくださるリスナーの皆様には、誠に申し訳ありませんが、ご理解の上、来年も FM 小座をよろしくお願いいたします。 以上、FM 小座より年末年始お休みのお知らせでした。はい。はい、ということで、お休みね、12月28日から1月3日まで、まあ、生放送はお休みとなりますので、皆さん、はい、あの、またね、来年もぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では、旅っぽのね、お二人に、またね、再度、ちょっと、イベントのお知らせをしてもらいたいなと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。いますはい。はい 私たちは旅っぽという株式会社の学生支部の沖縄、沖縄の学生支部として活動させていただいてるんですけど、はい、今日おすすめしたいイベントが、12月28日に手高ホールであります、バックパックフェスタというイベントがの紹介をさせていただきます。はいはい、このバックパックフェスタの内容なんですけど、うんうん、今すぐ旅に出たくなるコンテンツがとても揃っていて、うん、一つ目に、 えっと、香港の往復旅行やフィリピンの留学や、はい、GoPro っていうカメラなど<ー>旅に出たくなるような商品が当たる抽選会や、はい、2二つ目に世界一周したい人のプレゼンを聞けるというところと3、うん、つ目に世界一周をしたい学生のプレゼンを 学生のプレゼンを聞いて自分たちが審査できるっていうのと、はい、経験のある方の、うん、なんだろう、体験を聞けるっていうところで、<ー>特にファンモンのモンキテさん等もいらっしゃいますので、はい。ぜひ来てほしいなって思ってます。はい。で、この、ね、はい。旅に興味がある人はもちろん旅仲間を作るために来てほしいんですけど、はい、うん。興味がない方でも、あこんな世界があったんだっていう気づきのきっかけにしていただければなって、 と思っていますのでぜひ29歳以下の若い皆さんお待ちしてます29歳以下ですねそうなんですよはいあとおすすめのお知らせがありまして未使用のパスポートを持参していただきますと参加費が無料になるんですへえそうなんですよ未使用のパスポートそうなんですよまだこの印鑑出国とかの印鑑が押されてないパスポートをお持ちいただくと えそうなんですよ。そうなのそうなんですよ。出国しちゃった。ああ、惜しかった。そうなんだ。ええ。あ、じゃあ、ちょっと、あの、今度旅行行こうと思ってて、パスポート作ったけど、まだ行ってないって人は、ぜひ、いいぜひ、感じだね。はい。と思って、この機会にパスポートを作るのも、そうですね。そうですね。確かに。パスポート作って、これに行って、情報を仕入れて、旅行に行く。そして、タイに。あ、行きたい行きたい タイに行きたい、タイのキーワードね。はあと、あの、ツイッターのお知らせさせていただいてもよろしいですかはい、もちろんです。アカウント名なんですけど、タビッポ沖縄というアカウント名がありまして、アットマークタビッポアンダーバー沖縄で、アカウントございますので、よろしかったら、こちらのフォローもしていただければなと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一回だけ、アカウントの名をお願いしていいですかはい。 えっと、たっぽ沖縄というアカウント名で、はい。えっと、アットマーク、タビっぽアンダーバー沖縄です。はい。はい。よろしくお願いします。はい。皆さんね、あの、どしどし、あの、フォローしたら、たぶん情報とかもいろいろ流れてるんですよね。う興味あるけど、ちょっとスタッフに言うまではなって方は、ぜひ、この、まず情報を見ていただけたら嬉しいなと思います。そうですね。はい。結構ね、頻繁にね、更新もされてるですね。はい。 あのー、行きたくなると思います。<laughs> <laughs> ぜひやってください。うん、あとね、3週間ぐらいしかないので、うん、毎日毎日、濃い情報を、はい、発信させていただきたいなと思ってます。楽しみですね。では、2017年の12月28日、28日はい、木曜日ですね。木曜日で、手だこホールで、 午後1時開演、開演というか、会場の7時半までですね。はい。はい、皆さんぜひ足を運んでみてください。お待ちしてます。ますはい。ありがとうございます。ありがとうございます。という間だったんですが、はい。はい、そろそろ終わりのお時間が近づいてきました。えー、早かったねは <laughs> またね、ぜひ機会があればお願いします。ぜひ来てください。お願います。おいます。それでは、今日の放送をお届けしたのは、日和子と、ちいかーと、彩乃と、 リリカです。はい。では、また、来週も皆さん、よろしくお願いしまーす。バイバーイ。バイ,バーイ。